はい、えー、とじゃあ始めさせていただきます。ク、え、ッ、ー、クパッド株式会社から来ました、えー、とソラ空、えー、と福森と申しますで、えーと。今日はスケーラブルデプロイメントということで、えー、となんか、How we deploy a u s e up to 150 plus hosts in a m i e って書いてあるんですけど、えー、とその話をします。 で先にちょっと,、えー、と,ちょっと先ちらっと見えちゃったんですがお知らせがあって、えーと「イスコンっていういい感じにスピードアップコンテストっていうコンテストを、えー、と9月末予選やるので、えー、と興味がある方は申し込んでくれると助か,り助かるとか幸いです。で、えー、とこ,これ今回はなんか問題作成をクックバットはやることになっていてあの今僕は,僕はすごいなんかあのこの問題大丈夫なのかすごいなんかプレッシャーを感じながらあの問題作成をしています。 はい告知した。OK。でというわけで、えっと、スケーラブルデプロイメントの話をしようと思います。えっと今日は、えっと、クックパッドがどのようにデプロイをしているのかという件について話そうと思っています。でえっと今日話さない内容については、例えば、えっと、レイルズの話であったりとか、継続的デリバリーの話であったりとか、えっと、アップサーバーのオートスケールの話みたいな、そういうなんか話はしません。ただ、本当にデプロイの話をします。 で、えー、とそれにつ、ほかの,の話さない内容については、この2つの資料を合わせて、なんかすでに上がっているので、他の資料を読むと、なんかいいかもしれません。というわけで、えー、と解析版から来ました、ソラハーと申します。よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、デプロイの話です。デプロイの話です。えっ、ー、と、こういうね、なんか、ムーブトゥループスイントゥポジション4はミリタリー。デプロイ。 っていう話じゃなくて、まあ、普通にソフトウェアデプロイメントの話をします。でソフトウェアデプロイメントって言っても、まあ、皆さんが普段しているデプロイの話と大体同じじゃないかなっていうところです。なんか、えー、とウェブアプリのデプロイしたことある方って、この中にどれくらいいらっしゃいますかあ、結構いる。えっ、ー、と、キャピストラの使っている方ってどれくらいいらっしゃいますかおえー、じゃあ、えっ、ー、と、ヘロクとかそういうのを使っている方ってどれくらいいらっしゃいます なるほどやっぱりキャピストラの方がまだメジャーなんですね。というわけで、えー、とデプロイの話をします。えーとえー、と私たちはこういう巨大レールズアプリの,あの開発とかを普段していて、日々毎日デプロイなどをしています。えー、と具体的にはなんかクラモデルクラスが1530行あって、えー、とレ,ールレールズスタッのレイグスタッドの下の部分が桁あふれしてるっていうアプリケーションを。 デプロイしていますで具体的には、えー、っとピークタイムでサーバー台数がおよそ140台でまた多いときでデプロイは毎日1日10回程度行っているようなアプリケーションです。で開発者が自由にデプロイできる状態にしてあって、えー、っとそういうときになんかこのルールは守ってねっていうのはそんなにたくさんあるわけではなくて、えー、っと CI のビルドが通ったリビジョンしかデプロイできません、あとは業務時間内にしかデプロイしてはいけません。 でえー、と緊急所を除いてあとは、えー、とデプロイしたっ、えー、とはしばらくあのエラーレートを見てエラーが起きたら、えー、と巻き戻すとか何な,なりしてくださいっていうルールだけがありますという状態で、えー、と毎日多いときで1日10回程度のデプロイを実現していますでそれは、えー、と今までどのように実現されていたかというと,、えー、とディベロッパーがプリクエストなどをあのトピックブランチをマージして えっと、マスターブランジにコミットされると CI が自動で動くようになっていますで。さっき言ったように CI が通ったリビジョンしかデプロイできないようにしているので、えっと、CI のビルドがパスしたものに対してタグが打たれるようにしています。でキャピストラウンとかはその新最新のタグを見てそれ,をデプロイできそれしかデプロイできないように基本的にはしていて。えっと、自動で デプロイされるステージング環境を見て OK そうだったら手でデプロイコマンドを叩くっていうような状態にしています。で、デプロイコマンド自体は、えー、と最近はデプロイサーバーっていうあの踏み台的なやつを立ててその上でキャピストラのプロセスを動かす形でデプロイしていました。で、キャピストラの2を使っていて、えー、と設定は SSH と R シンコをうまいこと使ってやるようにしています。で また、その SSH とかが若干そろそろ重くなってきたなっていうところが今日の話になります。また、えー、っとチャットでデプロイするっていう最近の流行りもすでに実践していて、ヒボットデプロイなんとかっていうと、なんかデプロイが走るみたいな状態を実現するようにしています。で、えーっと、これによって他の人とかも気軽にこの何が起こっているか例えばなんかデプロイが失敗したときとかにエラーログが書かれるんですが、コッペを まつログのコピペを待つよりも先にエラーログを僕らの方で把握することができるので大変重宝しています。あとはでこ,れこ,れこれが本題なんですが、えー、とデプロイに今どれくらい時間かかっているかっていうのが結構問題になっています。えー、と今だと CI が、えー、と並列などで動かして、まあ、どう頑張っても10分ぐらいが今の限界っていうことになって10分 CI にはかかります。 また、MOCCI、えー、の,のステージング環境の確認で 1, 1分から5分程度取られて、えー、さらにデプロイで10分程度取られるという状態になっていました。えー、つまり、えーと、デプロイしたいと思ったものをマージしてから、実際に、えー、と本番に反映されるまでに15分から20分程度かかってしまっているということになります。で、えー、とこれがなんかどのように問題になるかというと、他にも問題はあって、 えっとキャピストラの2を使っているんですが、これは、えー、キャピストラの3になんでまだしていないかというと、えー、スーパーヒストリカルでかつコンプリケーテッド、なんかめちゃくちゃ煩雑で、すごい歴史,的歴史があるデフロイスクリプトを僕らは運用しています。ですごいなんかそろそろあの煩雑になってきたし、デッドコードもたくさんあるから作り変えたほうがいいんじゃないかっていう話題が過去にあったんですね。 具体的には、えー、とツリーでなんかそれっぽいのを抜き出してくると,、えー、となんかすごいデプロイのステージは大量にあるしデプロイサポートとかあとカッティデプロイとかいろいろたくさんあってで行数で見ると2595行、うん、デプロイスクリプトだよなこれな <laughs> っていう状態になっていましたさすがにまあそれはそれでデッドコードをどうにかしないといけないという問題もあったんですがもう一つ問題があって SSH が重いっていう問題がありました うちは SSH と RSync を使って、えー、とバンドリンストールしたりだとかあのユニコーンのリロードをしたりっていう処理をしているんですが、えー、SSH が重くてまずコマンド発行する前にエラーで死んでしまうだとかた、ま、本当になんかたまに SSH が重くてなんかタイムアウトして死んでしまうとかそういう SSH があの重いっていうもうそもそもコネクションが重いしたまにタイムアウトするし辛いっていう問題がありましたでその本当にたまにこけるというのがすごい問題で えとさっきの図に戻るんですが、えっと、ここ、今、右下のデプロイは10分で終わることになっていると思うんですよ、それがたまに失敗するせいで、なんか、デプロイしますって言って、なんか3分ぐらい待ったらタイムアウトでこけてしまって、じゃあもう一回やるかって言って、もう一回やったらまたこけてしまったみたいな事案がたまに発生して、えっと、 これが具体的にどういうことかっていうと10分って言ったんですが実際には10分から20分ぐらいかかってしまっているっていうことになるんですね。でこれを見ると最初にあのトピックブランチをマージしてから、えー、とデベロッパーが開発者が、えー、本番環境に載せたい変更を載せるまでに、えー、と最悪の場合30分以上かかってしまうっていう状態になってしまっていました。 で、僕の所属する開発基盤というチームがありましてそのチームは、えー、とデベロッパー開発者の、えー、と生産性をとにかく早くするあの高めること,、えー、と気持ちよく開発ができることみたいなところを、えーと 指標にして日々仕事をしています。なので、例えば CI が遅かったら CI は早くなっているべきだって考えて CI が早くするしテストの基盤がなんかこのすごいなんか複雑な手順は何なんだっ,って思ったら自動化とかしてシンプルにしたりとかするしあとは CI とかのメンテとか維持とかもしたりします。その一環で今回はデプロイのところに僕が手を加えることになりました。で、どのように改善するかっていうのをまず考えたんですが えっとアップグレードいやキャピストラの3にアップグレードしてさらに1からデプロイスクリプトを書き直すのはどうかっていう話をしていましたでこれまあえー、っと今年の3月ぐらいから始めたのでまだ今は事情が変わってるのかもしれないんですが当時はまあでも結局 SSH だし、まあ、SSH って遅いしこれでまあキャピストラの3にして若干 SSH の周りの処理が改善されているのでえー、っと まあ今よりはましになるかもしれないけれどまた結局あのうちのサーバー台数はあのサービスの規模が増えるにとあ大きくなるに伴って増えているので結局ボトルネックになってしまうんじゃないかっていう懸念が1個ありました。でその他にもいろいろ考えた結果、えっと、僕が新しいツールを作りたいっていうのもあって新しいツールを作ろうっていうふうに進めていきました。で 現在それはもう今世の中に出ていて、えー、GitHub でストライチスラマミアっていうところで公開している新しいツールがあります。で、えー、とこのツールは Ruby で書かれていてあとは、えー、サーフオーケストレーションツールとして採用しています。また Amazon の S3 をファイルの,あの配信に利用してかつ キャピストラーノとのディレクトリコードの互換性を持たせることで、まあ、簡単にキャピなんかダメだったからすぐキャピストラーノでやるとか,なんかそういうことがすぐ移行しやすいよう,なようにしていますで、えーと。サーフってこの中でご存知の方ってどれくらいいらっしゃるでしょうかなるほど、まあ、と一応サーフの解,解説をしておきます。えー、とサーフというのは、えー、とハシコープという会社が作っている、えー、とオーケストレーションツールで えっとゴシッププロトコルを利用してあのたくさんのサーバーに一度にイベントの情報とか送ってこれしてくれみたいなことができるツールになっています。で、ゴシッ,クプ,ロトゴシッププロトコルとは何ぞやっていう話なんですが、えー、っと、こういう文章が出てきてですね、ソーシャルな関係でなんか噂話が広がるように広まっていくプロトコルですみたいな感じで、彼にいてぼんやりしてよく分かんないんですが、図で解説すると、まあ、なんか、 例えば8台のノードがいて、200ミリセグごとになんかあの通信を行うような設定で、一度に2つのノードに対して通信を行うという設定だと、例えば1個のノードがイベントを受信したときに、まずあのランダムにどのノードに対して、えー、っとあの噂はそのイベントを送るかというところを決めて、次にさ配信します。 で、また同じように新しく受け取ったノードが次にどこに送るかを決めて同様に、えー、と配信して、まあ、どんどん広げていくっていう形になっています。で最終的にはもう一回同じような動作が、えー、と入って、まあ、もうだほぼほぼ行き渡ったんですが同じようなと動作で新しく受け取ったところがなんか適当に二つノードを選んで送るっていう挙動をして。 配信しますでこれもあとまあ普通に同じものが来たので、まあ、このイベントも知ってるからって言ってそうあのもう持ってるノードはそこで処理を止めるようになっていますで今ここで新しく一番右のノードが新しくまた受け取ったノードなので最後にそのノードだけが他にどっか送ろうかなって言って送り先を選んで,で送りますだけどまあ送った先も当然もう えとイベント情報を持っているので、まあ、落として、えー、とこれでまあ全員にもう誰も処理をしなくなって、ついにイベント情報が受け渡ったとっいう状態になります。これが、えー、あれですね、あのゴシッププロトコルというやつです。でえー、とまあゴシッププロトコル、これ、まあ、今8台だからいいけれど、まあ、なんかどんどんサーバー台数が増えていくと、ま,あきまあ、また厳しくなるんじゃないのみたいな感じのプロトコルなんですが、まあ、UDP の サーファー UDP でゴチプロトコルを実装していて、当然、えー、クラスターサイズに応じて、なんか比例的にどん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 ん通信にかかる時間が伸びていくんですが、それでも SSH を1つのサーバーからガーって貼るよりはマシだろうというけあの考えで、とりあえずサーフを採用しています。もしかしたら将来的に問題があったら、この部分だけ入れ替えるかもしれません。で、そのために、えー、サーフをコントロールするライブラリをも副産物として作りました。 これはこれで単体で利用できるようになっているのでもし Ruby で Surf を連携させたいっていう人は使ってみるといいんじゃないでしょうか。です。で、それでは、えー、となんか自分が作ったマミアというツールがどのように動くかを解説していきたいと思います。えー、とまず、コンセプトとして、まあ、ちょっといろいろ難しい用語が出てくるので先に一気に説明してしまおうかと思うんですが、えー、とマスターノードとかエージェントノードパッケージ、ストレージ、ステップっていうみたいな簡単な概念。 簡単じゃないか、か概念があって、えーと、まずマスターノードは、えー、と HTTP の API を持っていて、まあ、普通に人間が叩けるようになっています。かつ、まあ、リクエストに、その HTTP の受付に応じて、えー、リクエストに応じて、サーフのイベントを代わりに投げて、また、かつ、エージェント,かそのェント次に出てくるエージェントのステータスを 常に観察ししててていいいるっていう仕事をします、まあ、今、例えばどういうリビジョンを持っているのかとか、今何があの有効な状態であるとか今は何、今何をダウンロードしているだとか、そういう情報とかをまとめて管理してくれるようになっています。また、エージェントノードはさっき言ったマスターノードからえとこれしてくれっていうタスクを受け取って、デプロイに必要なえとパッケージを取ってくるだとか、え、ー インドリーストールをするプリペアタスクだとかっていうのを実行します。そしてデプロイスクリプトも当然あって、まあ、これはどのようにしてパッケージを作るのかと、どのようにしてそのパッケージを準備しておくのかっていうのと、どのようにしてパッケージを切り替えたときに反映させるのかっていう手順とかを、えー、Ruby の DSL で書くためのものです。で、えー、とパッケージというのは、えー、とターボルでなんかファイル、デプロイしたいファイルを全部詰めて、 えとストレージというところに置くことができて、まあ、かつ、えーと、ビルドするときにデプロイスクリプト自体を入れてしまって、まあ、デプロイスクリプトの更新もパッケージの中に入っているから、まあ、そんなにあの気にせずに,普通に、今ビルドしたときのデプロイスクリプトがそのまま同梱されるようになっています。でストレージというのは簡単で、えー、とパッケージを持っていて、えーと、パッケージを置くことができて、えー、とエージェントノードがそこから ダウンロードしててくるるといいうう形ににできるようになっていますで標準の実装では Amazon の S3 などが利用できるようになっていますが、まあ、あの例えばオンプレとかでなんかファイルサーバーがあるというのがあれば自分で、えー、と実装その部分のクラスを実装して入れ替えてあげれば任意、まあのストレージを実装することができるようになっています。でステップというのは、えー、とデプロイのパートをいくつかに分けていて それぞれが個別に実行できるようにしています。で、何回でも実行しても安全なようにしています。で、またこれは、えー、とサーフ経由で、えー、とリモートから呼び出されることが前提になっています。テストでローカルで実行することも当然できるようにしています。で、このステップというのは、えー、とパッケージをまずストレージから取ってくるっていうステップと、えー、とプリペアというバンドリインストールとかそういうための 下準備用のステップと、また、えー、とそのプリペアが終わったパッケージにあの、展開されたパッケージに切り替えるというスイッチのタスクっていう3つのタスクを大まかに分けてあります。で、プリペアのところで主にバンドリンストールとかをして、えー、とスイッチでリロードやグレースフローするという感じですね。で、これでど、ここまでのあれでどのようにマミアを使ってデプロイできるかというと、えー、と CI が まず、例えば CI とかで、まあ、手元でもいいんですが、うちでは CI を利用してパッケージをビルドしています。なので、えー、とまず CI が、えー、とアセッツコンパイルなどをして、えー、とパッケージを作ります。その後、CI が通過したら、えーと、裏でビルドしておいたパッケージをプッシュしてデプロイできる状態にします。また、その後に、えーとまえー、と開発者がデプロイしたいって言ったら、マスターがあのエージェントのアップサーバーに対して、 あのプリペアしてくれっていうリクエストをサーフ系で送信します。そして最終的には、まあえー、とエージェントが、えー、とパッケージがないからまずパッケージを取ってきてそのあとにバンドリストーとか裏実行するっていうのが、えー、と非同期に行われます。そして次に、えー、とマスターがあ全部のエージェントがこの指定したパッケージのプリペアが終了したことを確認してから、えー、スイッチリクエストをエージェントに送ります。 で、エージェントがスイッチリクエストを受け取ると、キャピストランと同じようにカレントのシームリンクを差し替えて、リロードする手順のデプロイスクリプトを読んで、まあ、例えばユニ,ユニコーンのリロードであったりとか、えっと、リスタートドットテキストをタッチするなりみたいな処理を、えっと、デプロイスクリプト側の処理に応じて実行します。というわけで、まあ、図にするとこんな感じですね。デベロッパーがうちだと同じして、CI が通過したら、パッケージがプッシュされて、 デベロッパーがチェ,ックしてる間チェックした後にデプロイを叩くと後ろで SSH を通さずにえとバンドリンストールとあの切り替えが行われるという感じです。これによって SSH への依存性をなくすことはできたんですがまあでもまだ出られることがあるんじゃないかっていうところを考えました。 でえー、とちょっと前のページに戻るんですが、ステップはあの別にそれぞれバラバラで実行しても問題ないということにしています。なので、えー、とバンドリンストールとか最初にファイルをも持っておくとかっていうのをデプロイって、林さんが言う前に必ず指令が通った後にやってしまえば、林さんがデプロイって言ったときにはすぐにデプロイできるんじゃないかということを考えました。図にするとさっきとは違って、こんな感じで、えーと、プリペアのところが、林さんが あの検証環境で確認している間に実行されて、開発者が確認するのが数分なので、その間にもうバンドリンストールとかが終わっていて、あとは SIM リンクを切り替えるだけという状態までに持っていけるようにしています。これによって開発者がデプロイを叩くと同じようなフロアが流れるんですが、プリペアとかはもうすでに実行されているのでスキップされて、あとは勝手にスイッチのタスクが走って、アプリケーションがリロードされるという感じです。これによって えとキャビストランドから新しいマミヤに移行した結果、えー、デプロイがそれあの最大で OS を8.4分かかっていたのが、えー、とこれに何あのマミヤによって45秒まで短縮されました。で、150サーバーって書いたのが、今、ここだと110サーバーになってしまっているんですが、これはあの同じようなサーバー台数で、同じような状況の時にデプロイした時の結果を探した結果、150台のログをすぐに見つけられなかったので、まあ、とりあえず110台のログをだ探して引っ張ってきたという感じになります。 でえー、っと今だとまだ時間がどれくらい余ってるのかな多分10分くらい余ってますよね。なので、えー、っとちょっと手元で、えー、っと試せるようになっているのでリポ,ジトリ,の上リポジトリの中にあるセサンプルの設定ファイルを使ってデモしてみたいと思います。 ミラーリング一本しようです。えっ、ー、と本当見えますかね。 でえー、と今、えー、とマミアのエグザンプルディレクトリーというところにいるんですが、とりあえずこの、このあるファイルだけで一と通り試せるようになっています。で、えー、と2つ、3つぐらい設定ファイルっぽいのがあって、えー、とまず config.agent.rb と config.rb と deploy.rb という3つのファイルがあります。で、c o n f i g a g e n t r b はここでいうエージェントノードの設定ファイルになっていて、 コンフグ .rb がマスターノード用の設定ファイルになっています。そしてデ l ロイ .rb が、えー、とパッケージに同梱されるデ l ロイスクリプトとして x グザンプルフォルダに置いています。で、コンフグ .rb は、まあ、普通の全部 Ruby の DSL なんですが、まあ、テスト用なのでちょっと雑多な処理も入っていますが、えーとまあ、s ガの設定が入ってなかったら手元の ファイルシステムをストレージに見立てて使うような設定と、えっと、アプリケーションをどこにデプロイするかっていうのは、エージェントの設定側に持たせて、どこにデプロイするかっていうのを入れるのと、あとは、えっと、これ、マスター用設定ファイルなんですが、えっと、デプロイする前、デプロイした後デプロイする、ロールバックする前、ロールバックした後などで、え、復興、自由に設定できるようにしています。これを使って、チャットとかの通知が実現できるようにしています。 でこちらはエージェントの方の設定ファイルでさっきと大体同じです。で、ここの最後のところにラベル図っていうのがあるんですが、えー、っと、フックバットではいろいろオートスケールとかでサーバーの,あの台数とか、あの今何がサービスにサービスとして稼働しているかっていうのがダイナミックに変わるようになっているので、えー、っと、ここでラベルという概念があって、まあ、例えば今動いているホストにだけデプロイしたいみたいなこともできるようになっています。 でまあ、この部分は毎回評価されて、えーと、なんか社内の便利なコマンドラインツールとかを呼び出して、あの解析して、今動いてそうだったら動いてるっていうラベルを自分自身につけておくと、なんか動いてるラベルでしか実行しないタスクが来たら、自分が動いてるときだけ実行するみたいなことができるようになっています。またあとは、えー、とリバースプロキシーやアップの、えっ、ー、と、 やつで処理を例えばリバースプロキシーではバンドにインストールしないけど、えーと、アップではやりたいみたいな処理の分け方もこれでできるようになっています。で、デプロイスクリプトはこんな感じになっていて、えーとまあ、大体同じで、えーと、ここでビルドどのようにビルドするかを記述して、ここでどのようにプリペアするかを決めていて、 最後にここでどのようにリリースすするかを決めていますここではなんかなんかテストのためにスリープとかを入れて分かりやすくちょっと時間かけて分かりやすいようになっています。というわけでこのデータファイルを使って実験してみようと思います。えっと。で、プロックファイルを置いてあって、プロックファイルでポート番号を変えて、 手元で簡単に複数のエージェントを起動してテストができるようなエグザンブルファイルが置いてあります。でこっちも同じところにいるんですが、まあ、例えばここで、えー、とパッケージのビルドをしてみます。とやるとさっきのデプロイのデプロイドット RB にある、えー、ビルドの部分が実行されて、 ビリズ以下に新しいパッケージが生成されます。で、今度はそれをとすることでストレージにプッシュすることができて。 今にはクライアントという,うサブコマンドを使うと,、えー、とマスターのクライアントとして動作して例えば今どういうエージェントが動いているかとかが把握することができますリフレッシュされてないのかな、はい、うまく動いてない気がする おっとサーフがなんかーブネットワークの関係がサーフがなんか今起動してくれていない気がする。 上がったかな,上がったかなはい、えー、とこんな感じで、えーとまあ、今、どういうエージェントがいるのかとかいうのが表示できるようになっています。普通に、えー、と HTTP の,、えーあのえーえー、と JSON を返す API としても機能していて、まあ、今回情報は直接 API を叩くと見ることができるようになっています。では、ここにさっき、えー、とプッシュしたパッケージを。 デプロイしようと思いますで、まあ、ターゲットっていうディレクトリにまに、あ、ここはテストなので生成されるようになっていて、まあ、この5100千5101、5102っていうところにそれぞれカレントができてデプロイされるっていう処理がされると思います。で、まあアップってアプリケーションのパッケプッシュされたパッケージリストを取ってきて、 デプロイコマンドを叩くと、まあ、今、フェッチが完了してプリペアが実行されていてプリペアが終わってスイッチが走り始めてあと3台ぐらいで終わりでみたいな感じでデプロイが完了したって言われたので、まあ、同じように今度はターゲットのところを見てみるとこのような感じでえー、っと リリースとかが生成されているのがわかります。というところで以上です。もう時間も教えているのでちょっと巻いていきます。例えば今後考えているのはちょっとあのドキュメントが不足しているのでそういうドキュメントを整備したいっていうのと、クラスターに参加したときに今動いているリビジョンは と自分の持っているリビジョンが違ったら自分がサービスに入る前に新しく今動いているリビジョンに切り替えてから参加するみたいな処理をこれにやらせられたりとかあとは WebUI を作って Web、まあ、からデプロイすフォームからデプロイできるようにするとか、えー、とエラートラッキングとかをもうちょっと投稿したりとかっていうのを考えていますまたこれによってデプロイが高速になったのでマスターは常にデプロイされてるみたいなこともやりやすくなるかなとかっていろいろ考えたりをしています というところで、以上です。えっ、ー、と、ご清聴ありがとうございました。